ツイステッドワンダーランド。はい、おはようございます、ミサペコです。ちょっとマイク入ってるかだけ確認させてください。入ってます。今日もツイステ実況やっていきましょう。バスケ始めた頃、バスが強すぎって怒られたんだ。あ、リドル君ですね。後で10連ガチャ回しましょう。ではストーリーやっていこうと思います。そろそろね、終盤なので、多分ね、ここねめちゃくちゃ大変だと思うんだよね。荒野スプラッシュ。スカラビア領砂漠の果て。出た、こいつのきついツッコミ。あー、でも俺も小エビちゃんと同意見。ラッコちゃんいい子すぎるっていうか、うん、なんつうか、うん、うざい。うざがられちゃった。で、うざ。そうですね、もし僕があんな裏切り方をされたら、持ちうる語彙の限りに罵って精神的に追い詰め、縛って海に沈めますよ。一番強い。それを自分のせいだなんて、いいやつを通り越してちょっと気持ち悪いです。気持ち悪い、気持ち悪い。いや、でもジャミルは絶対に俺を裏切ったりはしないはず。ちょっと待ってね。お夜食が到着しました。いや、めっちゃ裏切ってるじゃん。しかもラッコちゃんに罪をなすりつけて追い出そうとしてたとか、マジで最低じゃん。それはそう。卑劣さのレベルで言えばアズールと比べても見劣りしません、うん、自信を持って裏切り者と罵っていいと思いますよ。それ褒めてない。カリムさんの他人を信じ切ったいい子ちゃん発言は、僕やジャミルさんのようにひねくれた。お、認めたな。いえ、計算で生きている人種からすれば、チクチクと嫌味を言われている気にすらなります、うん、小さい頃からずっとそうやってジャミルさんを追い詰めてきたんですね、あなた。ですがあなたは何も悪くありません。あなたは生まれながらに人の上に立つ身分であり、両親や身の回りの人間から一心に愛情を受け、素直にまっすぐ育った、うん、それゆえに無自覚に傲慢であるというだけですから。結構言葉が鋭い。カリムさんの場合、将来天真爛漫な性分でらっしゃる気もしますが。そうか、ジャミルは悪いやつなのか。ですね、めちゃくちゃ悪いやつです。それなら早く帰らなくちゃ。あいつを殴って裏切り者って言ってやらないと。すごい素直。一発じゃ足らねえんだぞ。さらにオアシスまで10往復更新させてやるんだぞ。ええ、それに早くジャミルさんを正気に戻さなければ、彼自身の命も危ない。彼の魔力が尽きる前に戻らなければ。レッツゴー。だからさ、どうやって戻るの？早歩き？そんなのんびりしてたら俺様の鼻が凍っちまうんだぞ、うん、川でもあれば泳いで戻れたのですが、周辺の川はどこも干上がっているようですね。お？川？水が欲しいのか、うん、ええ、フロイドとジェイドが本来の姿に戻ればホーキー以上に速度が出るはずです。飛べないもんね。しかし乾いた川を元に戻すなんて僕らには不可能。俺できるぞ。すげえな。オアシスで見せてくれた俺のユニーク魔法オアシスメーカーは、少しの魔力でいくらでも水が出せるんだ。川が作れれば寮に戻れるんだな。なんですかそのユニーク魔法、すごすぎませんか。普段は水道があるから
全然役に立たない魔法なんだけどな。アッハッハじゃないですよ。まだ治水環境が整っていない国などでは英雄ものの魔法じゃありませんか、うん、そんなの商売になりすぎる。なんでも金下世話なアズールのことは置いておいて、カリムさん、ではお願いできますか。できますか。川を作ればいいんだな。うん、分かった、任せておけ。うん、任せる。動いてきてる。今日も雨ひどかったんだよね。みるみる川が水で満たされていくんだぞ。ではフロイド、川が凍る前に行きましょう。アズール、グリム君、僕の背中に捕まって。小エビちゃんとラッコちゃんは俺の背中ね。フロンの背中。あれ、でもアズールは人魚なんだろ。自分で早く泳げるんじゃねえのか。アズールは人魚になっても泳ぐのが早くありませんから。それは尾びれの形状差のせいです。さあ、スカラビア領へ向けて出発しますよ。ゴーゴーゴー。で、1話終了。お、バトルじゃん。草、水。まあ、これでいいか。バックオーバーロード、スカラビア寮談話室。食料も飲み物も全部持ってこい。今日は宴だ。アホな王が消え、真の実力者が王になった記念日だからな。ああ、とても清々しい気分だ。いくらでも魔力が湧き上がってくる。仰せの通りに、ご主人様。呪われてる呪われてる。ジャミル様こそスカラビアの王にふさわしい。ジャミル様、万歳。呪われてる。そうだろう。もっと言え。俺を褒めたたえるがいい。あなた様はとてもハンサムで。お、到着したな。おう、色黒で背が高くて。おう、それで。目がつり上がっていてとても賢そうです。それから。肩が怒ってて、見るからに強そうな感じだな。うん、うっとりです。なかなかの褒め言葉じゃないか。お前たちはびっくり仰天。時空の果てまで吹き飛ばしたはずだ。この短時間でどうやってここまで戻ってきた。乾いた川に水を満たして泳いで帰ってきた。うん、思ったより遠くてかなり疲れた。ごめんね、フロちゃん。なんだと。そうか、カリムのユニーク魔法で。お前の魔法にも使い道があってよかったじゃないか。植木の水やりか、お遊戯くらいにしか役に立たないくだらない魔法だと思っていたのに。カリムさんの力を侮っていたようですね。ジャミル、お前が俺をどう思ってたかよくわかった。間違いなくお前は卑怯な裏切り者だ。バカめ、疑いもせず信じる方が悪いんだろ。正々堂々俺と勝負しろ。そして俺から奪った領長の座返してもらうぜ。奪っただと。どの口が。俺から何もかも奪ったのはお前の方だ。うわー、すごい恨みがすごい。思い知るがいい、この俺の本当の力を。育ってないんですけど大丈夫そうです。俺の魔法の前にひざまず。なんて不幸せな人なんでしょう。パワー、絶大なるパワーだ。いやー、このバケモン怖い。ついパンチ食らわせてやる。全然足りない、全然足りない。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 
俺こそがスカラビアの真の支配者だ。彼はどれほどの魔力をうちに秘めていたのか。俺は絶対諦めない。そう、これぞ絶、勝てなかった。どうすればいいんだ。ちょっと次回までに倒せるように強化を頑張りたいと思います。うーん、悔しい。ちょっと次回からここをねクリアできるように頑張っていきます。ちょっとね、今は時間がないからレベリングできないけど、これから頑張る。ということで、今日は短いですけどここまで。みさべこでした。またね、バイバイ。森より校舎と思ったらガチャをしよう。森よりいざ導かん。また新たな節目を迎えられた。この一年をどう過ごすか考えるいい機会だね。これ絶対もらえるやつ。ありがとう。パーティー会場の飾り付けは申し分ないね。料理もいろいろ用意されている。君も楽しんでいくといい。ミスレアかな。ミスレアでした。お、ミスレアでした。お、新しいのですね。人の知恵もなかなか興味深い。こんな感じで今回こそこれで終了です。ということで、みさべこでした。そろそろ豆が切れそう。バイバーイ。その辺の